先ほど始まったプロ野球ドラフト会議、ホークスは伊比根逸羽選手の単独1位指名に成功。その伊比根選手がなんとこの後モモスポに生出演、喜びの声をたっぷりとお届けしますよ。ホークスは公表通り愛知県誉高校の伊比根逸羽内野手を単独1位指名しました。伊比根選手は高い身体能力を持ち、高校通算18本塁打の長打力と守備では遠投110メートルの強肩を生かしてショートを守り、50メートル6秒2の俊足も魅力です。学校で吉報を待ち1位指名を受けた瞬間、喜びを隠せない伊比根選手は安堵した気持ちというか、本当に嬉しいという気持ちが一番です。両親含め本当にたくさんの方の支えがあって今来れて、本当にこれからもそれなんで努力をして、で恩返しというか活躍していけたらいいなと思ってます。今までにはないプロ野球選手というか、まだまだ全然実力が足りてないんで、これからもっともっと頑張って、レギュラーになって活躍していきたいです。早速ホークスの帽子をかぶってプロへの決意を新たにした伊比根選手、気持ちはもうホークスの一員です。ドラフト会議に初めて出席、伊比根選手の獲得に成功した藤本監督は、横浜 DeNA 吉野、将来のショート優秀手というところをね、口なしで取れたということはすごく良かったと思います。ショートとしてね、1年しか経ってないのであれだけの足の運びができる、そして、まあ、何よりも打つ方ではね、柳田に近い遠くへ飛ばせるっていうねところもあるし、まだまだ、プロに入って伸びる要素があると思うし、足にしても、計測したら周東の次っていうことで、すごくこれは期待できるんじゃないかなと思います。それにプラス肩が強いっていうところですね。球団がポスト今宮として期待する伊比根選手、将来性豊かな若鷹の活躍が待ち遠しいですね。はい、こんばんは。ということでね、見事単独1位指名に成功したわけですけどもね、もうご覧になってわかりますね。はい、ね、伊比根選手と中継でつながっております。呼んでみましょう、伊比根選手。モモスポの吉川と申します、よろしくお願いします。簡単に自己紹介お願いいたします。よろしくお願いします。誉高校伊比根逸羽内野手です、よろしくお願いします。はい、改めましておめでとうございます。現在の心境を聞いてもいいですか。やっぱり一番は本当に嬉しいっていう気持ちと、本当に頑張っていこうっていう気持ちがありますね。はい、でね、ご自身好きな食べ物がたい焼きって言ってますよね。今日はね、めでたいから、はい、たい焼き結構好きなんですよね。ねえ、めでたいのたい焼き食べれそうですね。愛想笑い、川さんありがとうございます。でね、本当福岡のね、イメージもね、聞いてみたいと思いますけど、福岡行ったことありますか。いや、行ったことないです。どんなイメージ持ってますか、福岡。やっぱ本当に博多ラーメンとかもあって、結構本当に栄えてる都市というか、はい、そういったイメージですね。いいですね。今ね、福岡県内のたい焼き屋さんがね、ざわついてますからね。いっぱい作らないといけないと思ってますよ。はい、そしてホークスのイメージも聞いていいですか。やっぱ本当に育成からでも本当にたくさんの本当にとってもすごい選手がいっぱい出てるので、本当にそれは他の球団にはない強みというか、本当に特別な球団だと思ってます。またね、ホークスでいうとファンが熱いんですよね。でこの呼び名っていうのもちょっとニックネームをね、教えてほしいんですよね。ありますか。ニックネーム、本当にイヒネって呼ぶ人も、イツアって呼ぶ人も、イッツアって呼んでくる人も、本当にもうお任せしますね。お任せします。
おいおいね、決めていきましょうね、そういうのもね。あとは憧れの選手いますもんね。はい、誰ですか。はい、柳田選手です。柳田選手のちなみにどういうところが。やっぱ一番の魅力だと思うのは本当にあの強いフルスイングというか、本当に誰もが憧れると思うんですけど、本当にかっこいいですね。でちなみにあのモモスポはあのギータ先生っていう人気コーナーあるんですけど、知ってます？はい、YouTube とかでちょっと見たことはあります。ありがとうございます。そのね、あの私あのギータ先生にコメントもらいましたから、イヒネ選手のメッセージ、ギータ選手プロ野球は最高だよ、待ってますって言ってました。どうです？ありがとうございます。はい、楽しみですね。ではファンの方に向けてメッセージをもらっていいですか。楽しみです。でこれからソフトバンクホークスの方で入団して頑張ってやっていくので、ぜひよろしければこれから応援もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日はゆっくり寝てくださいね。はい、失礼します。いやー、よかった、もういい笑顔が見れましたね。ホッとされてるんでしょうね。プロフィール見ていきますかね。はい、改めまして生根逸羽選手は、はい、高校通算18本の本塁打、そしてね俊足でね、もう肩も強い、ね、楽しみですよね。川崎さん、足も相当速いですよね。これなんか周東選手の波なんですよね。ですね、やっぱスケールの大きさがやっぱギータ級だというところもね、ありますからね、注目ですよ。そしてそしてドラフトはですね、どんどん進んでおりまして、ホークスのドラフト1位の指名選手、過去ですね、ここに一番下に生根逸羽選手入ってますね、風間球打投手からのこの連続での単独指名ということになっております。でドラフトはどんどん進んでまして、2位指名がね、はい、もう分かりましたね。分かりました、はい、今もう速報でねお届けしておりますんでね。2巡目指名が大津良介投手ということで、ちょっとね映像はねないんですけども、福岡の出身です。ピッチャーで九三大九州高校出身ということで、はい、カーブチェンジアップもレベルが高く緩急が使え、先発もセットアッパーとしても期待ができる選手だということですね。そして3位指名のその甲斐郁美選手、外野手ですね。また甲斐選手という名前がね、入るようですけども、この方も福岡県の出身であります。外野手ではありますけども、九州国際大学附属高校東北福祉大という流れでね、またね津森投手とか大竹投手とかね。2位の大津さんは社会人の方ですか。そうです、日本製鉄鹿島から大津投手が入った。うん、監督もそのね即戦力の右腕はやっぱり千賀選手の関係で絶対って言ってましたから、うん、そうですね、ですね、楽しみですよね。うん、まあ明日のモモスコではこのねホークスの、そして福岡勢の指名選手をねたっぷりとお届けいたします。お楽しみに。